茨城県道117号新芝浜は崎線、神栖市東和田鹿島臨海鉄道、奥の谷浜駅付近茨城県道117号、新芝浜は崎線の旧道神栖市、須田上栖市は崎小玉台茨城県道117号、新芝浜は崎線は、茨城県神栖市内の一般県道である。神栖市東和田と神栖市は崎を結ぶ路線、 鹿島灘の海岸沿いに伸びる県道で、上寿司菅田で、鹿島臨海工業地帯の産業道路として整備、されてきた新道と、旧来から、ある海岸寄りの旧道とに、Y 字分岐し、本路線の北側半分の区間は、新旧県道が並行する区間となっている。1966年、前進にあたる県道派先鹿島線が、鹿島港の航路建設で分断されることにより、 路線を廃止し、鹿島港より南側部分にあたる区間を新たな一般県道として、鹿島郡上須村大技新芝浜を起点とし、鹿島郡羽崎町大技ハ崎の終点まで至る区間を茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号117となり、現在に至る上須。上洲市東亜電動市、 須田の区間は、通行する車両の総重量が最高限度25トンの道路に指定されている。道路法の規定に基づき、上ミ市東アデン同士ハ作機関は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載四トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間、道路改良工事完了に伴う区域変更、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと、ありがとうございます。